チャオ、あちゃんです。今のパン作ろうと思ってね、冷蔵庫パカッと開けた瞬間にね、焼肉の種が上から落ちて炸裂してね、掃除したところです。いやー、目覚めたわ。はい、ということでね、今日のあちゃんの朝ごはん作っていきたいと思います。今日はね、朝食が残ってるんでね、久々に白いパンを食べましょう。久々に昨日も食べたね、白いパンをね、売ってなかったね。まあ、ちょっとね、とある事情でパンを買わないといけないことになってね、コンビニパンだったね。で、そこでまあ、とある事情で使ったんやけど、3枚で、2枚残ったんで、ね、それを、ピザソースにします。ベーコンとチーズ、これで食べましょう。僕はね、もうご飯食べたんでね、やってきます。ポケットに入っとった、あれや、ドーンと折っててびっくりした。落ちた勢いでね、蓋が開いちゃってさ、食べましょうか。チャオ、パンができました。食べましょう。いただきます。トマト美味しいね。ベーコンピザトースト、あっちゃうわしよっかな。あっちゃうわしよっか。うん、トマトがないから、トマトちゃうわ、パンないから。うん、ない。あ、出しといて、向こう入れてくるわ。眠たい。だからもう、はい、焼き肉たれぶちまけてびっくりした。あ、上はね、汚れへんだけどね、足元がすごい汚れて。焼き肉のたれ冷蔵庫のトメが変わってるじゃん。で、蓋開いてビャーンってぶちまけて、足元ビタビタなんじゃん。廊下が綺麗になったわ。こうやってのも、
ね、自分グッズがあると。インスタントコーヒーが3倍美味しく感じるわ。本当のみたいなやつ。あれ、皆さんもやっちゃんグッズで爽やかな朝を向かっていく迎えてください。苦情なの。テンション上がるでしょ。見比べたらかなり昔よりもう6年ぐらい前の写真やからね。それ言ったらね、内緒やね。お気に入りの一枚やから。これ高いやつだよ。うん、安いやつで。どこに持つんだ。え、だから最初強いな。いい方か。七味をパンにかけるとか書いてます。かけすぎたら辛いだけで、七味を、あー、うめえ。なんか確かに美味しい。辛っ。このチミ辛いな。山椒強いわ。山椒の粉。今日何辛いこれなん。山椒が美味しいな。今日は山椒が好きや。めっちゃ辛いじゃん。笑えるからさ。醤油どれがすごいな。どこと間違えただけじゃ。どこと間違えただけじゃ。あー美味しい。何やかんやでシンプルにピザトーストが美味しいよね。お茶飲んだ。今日持ってきたかな。こっち？違う違う。これ？持っていってもサバイバルナイフっていうのがあるじゃん。キャンプの基本やもの。折りたためる方がいいや。ということで今日の、あっちゃんの朝ごはん、ピザトースト、久々に長熟、久々ってことないけどね、まあ、
まあ、朝食で朝ごはんでした。久々ってことは昨日も食べてんよね。まあ、前から朝食を買うのは久々にでね、久々に朝食、やっぱ朝食美味しいね、うん、でもちろんやっぱプチプチのあんのも美味しいねんけどね、うん、で今日は朝ごはんね、まあ、パン食べてで、ヒカルンが味変で、七味と山椒出してくれてね、口の中がね、しびれてます、はい七味ね、これ多分ね、長野のね、善光寺の七味だと思うね、なんか運に来てて買ったん、それね、で、スペア、そのカンカンに1個と、カンカンじゃ入れ物に1個と、で、スペアで1個くれたやつがあって、そのスペアの方をね、安いハウスの七味の瓶に入れたったんやと思うね、それで、ね、味がね、すっごいやっぱり山椒が効いて美味しいね、なっちゃんは好きやねんけど、ヒカルンがね、山椒効いてんのがあんま好きじゃないから、普通の安い七味しか食べへんね、うん、七味の香りがいらないよ、しびれがいらんの、なんかあれや、あーってなるやん、ヒッヒッな感じでね、今日の朝ごはん食べました。まあね、パン食も美味しいんだけどね、和食も多分明日は和食になると思います、パンがないんでね、うん、で明日明後日ぐらいまで和食になるかな、で明後日お買い物行ってこようかなと思ってね、24日にね、で24日お買い物行って、で お弁当がね24の分はなんとかなるから、25、6、7、今週とかお弁当4日作るのね、1日ちょっと少ないんで、お弁当したくない、まあそんな感じで、もうそろそろね、でもね12月入ったら期末テストが始まるからお弁当いらんくなると思うね、お弁当の方ももう調整したいから、下手したらねもう終わるかもわからんね、お弁当3学期ってほとんど登校ないから、でもただコロナでねどうなるのかからない、だからお弁当最終日がいつかわからへんのよ、でももうお弁当最終日が見えてきてね、本当にちょっと寂しいなーっていう反面ね、まあヒカルのお弁当は作らないからね、これからお弁当作りは続くんやけど、寮のお弁当もこれで終わっちゃうからね、だからすごい寂しいなーっていうのもあったりするんやけどね、まあそのヒカルは難しい、キノコダメやしね、で玉ねぎダメやしね、野菜入れると省いてくれるしね、カチって入れへんわけにいかへんしね、あかん、これはダメ、サラダ入れてくれたらその代わりヒカルにはトマト入れられんのよ、彩りがそういうね、彩りにだからトマト入れない、ヒカルじゃ量はね彩りにトマト入れられへん分ね、毎回だから人参使ってどないか赤みを出すか、そうかも下に引く紙とかで赤み出すしかないしね、茶色くて入れるってね、茶色いお弁当が一番おいしいね、うん、な感じでね、ちょっとお弁当作りもそろそろね、またパターンが使うよまあそんな感じでね、なんだろう、そんな感じで、ね、ちょっとお弁当がもう合うのかもちょっと悲しくなってますけどね、でもまあ楽は楽やねんけどね、まあ楽ってことないか、光るの作るのか一緒かまあそんなこんなでね、ただ光るの作る方難しいかもわからんな、好き嫌い多いから、でお弁当で好き嫌い克服させたろ、量はね、お弁当に嫌いなもん入っとったかって、ね、いやいやでも食べてってくれるんだけど、光るの確実残して文句言いそうやからな、お金渡してくれたらこんまいで買うわ最悪、うまい分になるわ、そんなこんなでね、今日はこんな感じで朝ごはん終わりにしたいと思います、ではまたね、バイバイ、今日のあっちゃんの朝ごはん、久々の朝食、よかったと思ったら高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね、ではまたね、バイバイ、今日も片付けしよう。